マスオゲームズでーす。はい、皆さん今回はですね、こちらスプラトゥーン3パート3やっていきたいと思います。まだパート1、2見てないよという方はですね、動画概要欄からチェック、ぜひチェックしてみてください。噛んじゃった。はい、ということで今回はですね、腕前 B プラスになりましたので昇格戦に挑戦していきたいと思います。で、その前にこちら今日もヒーローモードをプレイしてから昇格戦に挑みたいと思います。ですのでね、昇格戦を見たい方はね、ピュッとね、動画をで飛ばしていただけたらなと思います。でね、今回からというか、新たに僕ね、この武器使おうかなーっていう武器が、を見つけました。この武器今後使っていこうってやつ。で、その武器がね、めちゃくちゃむずいし、まだド下手くそなんですけど、はい、今回はそのね、武器を使って、昇格戦もね、挑んでいきたいと思います。はい、ということで、まずはヒーローモード、スプラトゥーン3! さあ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 、一応ね、この夜間すべてクリア しながら行きたいなと思うんですが、今回、日々の彩りに素敵なモニュメントをインクで塗り尽くしましょう、だって。そして、エクスプロッシャー。危ねえ、ギリギリ足りた。30使って、塗り尽くすってどういうこっちゃ?ピュー。でっかい顔。すごい。よし、どんどん塗っちゃって。すごっ!そういうことね。これで練習か。うわ、これ面白くない？色塗りしていけばいいんでしょ?インクの面積が 20% を超えました。足場を展開します。だって。へぇー。わ、足場がどんどん動いてってる。これどこまで作るんだろう。うわ、エクスプロッシャーってさ、あんまり使ったことないからちょっと難しいな。これ上に上がんないともう塗りきれなくなってきてるよね。で、これで上がって、おお、あれ、てっぺん僕塗ってた?で、これで、で、後頭部も塗っていくと。おわ、楽しい!そろそろ半分いくかなって。おい、おい。楽しいなー。これ完全に綺麗に塗らないとダメなのかな。クイポもいいね。わ、でも爆発で塗れる範囲って結構広いな、エクスプロッシャー。難しいからね、エクスプロッシャーってちょっとね。もう一踏ん張り。よしよしよし。1号もこれくらいきっちり塗ってくれたらなーって言ってますけど、結構綺麗だよね、もうすでにね。よし。え、結構綺麗じゃない?これ。えい。え。え、これ、どう?もう僕ん中じゃ十分じゃないって思っちゃうんだけど。あ、顔か。お。やったー!いい感じに塗れたねってことで、お疲れー。おー。いい具合のさ、エクスプロッシャーの練習だよね、これね。ミッションクリアー!しかも初回ボーナスで1200ももらえるって。これは、楽しい楽しい。ね、そういうステージだったんじゃないでしょうか。楽しいんだけど。ね。なかなかエクスプロッシャーも使わないしさ。イェーイ!いくらもーらいいと。いうことで、ここをまず、壊して。なんかあるのか?お!やったー!置物ゲットー!そして、ここも700だからギリいける。消えました。ここになんかあるぞ。アイテムゲットー。ゴールドディスク。この辺りで聞こえる音が変わるって。お、じゃあここ次。あ、待った。その前にここに何かあったから。これを使っていくらゲットして。はい、次のステージに行きましょう。
楽しい。たださ、その昇格戦前に他の武器使うと他の武器使えなくなりそう。夜景に包まれ響き合うレジデンス競争曲、時間いっぱい生き延びましょう。だって時間いっぱい生き延びる、どういうことだろう。キュー。え、あー、なるほど、こうやってジャンプするのか。おーおー、わわ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 、おいしょおいしょと、はい、ぴょん。おー、ういーっと、二つ乗り越えて。うわ、これさ、たくさんなってきたら、ちょっと難しくなってくるね、確かに。でも、ジャンプも、大ジャンプと弱ジャンプがあるから、それをね、うまくね、使っていきながら。あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。危ない、危ねえ、食らった、危ねえ。早くね、早くね、危ねえ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 、危なくね、危ねえ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 、結構きついんだけどこれ。危ねえ、うまく乗り越えられました。初回ボーナス2000ゲット。でかいねこれね。これ難しくない？いくら今取りながらだったけどさ、いくら無視して普通にクリア目指すのでもいいぐらいの難しさだった気がする。よっしゃー、やった !2000 は大きい。ってことで、ここ壊して、あれ、どやー、なんかアイテムかな、あったあった、ここに。また新たなアイテムゲット。裏だね。後ろには何も、なんだこれ。後頭部。壊すと何かあるのかな。あ、風船だ。やったー。そして夜間もゲット。置物。もやいぞゲット。そしてあそこは1400だから足りない。なんだろうこれ。あ、何かあそこにあるよって言ってんだ。あ、でもここら辺の塗ってたからなんかあるのかな。もうさっきのやつかな。なんかここら辺塗ってたね。あ、さっき取ったやつか。なるほど、なるほど。で、クリアしてないのがあそこにあるな。小鮭くんなんかアピールしてないって。なんかアピールしてた？小鮭ー。おお、出てきた。嬉しい。もう25ぐらいもらえないかな。もう25欲しいんだけど。やった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 。これで1400いったから、ここ解放できる。かなり広い範囲だよここは。いくらゲットして、ここにもあるね、アイテム。やったー。うちらはがむしゃらにあるがままに生きる。それがミックス焼きスタイルじゃんっていうことで、服装ですね。ギアの、ね、何か、ものがありました。小ジャケ。あ、あったあったあった。こんなところにあったよ。あ、やったー。イリコニウム、これでヒーロー装備をさらに強化できる。どれにしよっかな。センサー追加、スプラッシュボム追加、スーツ回復力、どれにしようかな。スプラッシュボム、あ、小ジャケが3つ必要なんだ。で、今は、残念ながら、僕はあまり持っていない。一つしか持っていないっていう状況なんだな。こことか、何なんだろう。将来的に何かあるのかな。まだこの辺りも、600必要だから、まだ足りませんってことですね。この上行けないし、あ、ここ行ってない！よし！
オルタナの構想を進みこなすって書いてあったかな。ここも面白そうだね。よーし、行くぜー。オルタナの構想を進みこなすその贅沢。食ワンダーの使い方を学ぶところですね、おそらく。さあ、行くぞー。えい。おー。楽しい。あ、食ワンダーで、おー、超えられた。オッケー。おお、気持ちいい。食ワンダーさ、なかなか難しいさ、スペシャルじゃないですか。やば。やば。危な。食ワンダー使いこなせなかった。危ない危ない。ちょ、回復しとこ。危ない危ない。すごい、これ、楽しそう。おりゃー、気持ちいい。これは気持ちいい。そしてここも、真ん中ボーンと、壊します。ここから、ビューン。気持ちいい。これは気持ちいいよ。完全に、なんだったっけ、スパイダーマンです。これは、あれどうやっていくんだ？ここ。落ち着いて周りを見や、よし。あそこから上に行くんだろうけど、よし。てっぺんには来れました。これどうするんだろう。あ、あー、なるほど。ここから、上に、え、これ、これ上にさ、そういうことか、ここに、ペタってついて、で、降りてくるって感じなんだ。ここから。なるほど。こうやって、ペタついて、これで降りてきて、全部取るっていう。へぇー。じゃあ、こっからは、ゴール目指しちゃっていいのかな？ゴールが、あ、あんなところに。あー！おほー！楽しい。こう行って、こう行って、あれ？あ、この下か。イクラ取って、で、ゴールはこっちか。だいぶ登ったね。一息ついてくって。この上にもあるからね。あれ、つけないのか。あー。こっから上がるのか？よし。お、なったー！いくらゲットーからの、アイス！チェックポイントが来て、ゴール発見だけど、タコスナイパーもいる。なるほどね。だから、うまく、危ない。こうやって。あぶねえ。ちょっとミスったね。うまーくもっといけそうなんだよな。おらー、かっこいい。うわー、楽しかったけど、ちょっと難しかったな、このステージ。やったー。食ワンダーでゴールしましょう。食ワンダーに慣れてないから、すごい本当にいいチュートリアルですね。スプラトゥーンってチュートリアルがあんまりないゲームのイメージだったけど、こういう風にさ、楽しく、何、チュートリアルができるっていうゲームだったんだね。
だからさ、ガチマッチとかそういうのばっかりやってたからさ、気づかなかったわ、あんまり。よし。お、やったー。置物ゲットで、ここはクリアしたし、あとここだけかな、行ってないの。細そうですよね。あ、これは、あの一番上行ってないわ。足りるかな、使っちゃったから。800あれば足りる。あ、よかった、足りた。ラストですね、多分これが。あ、なんかあった。やったー。お、そこに何かあると。おいーす、ありがとう。お、ゴールドディスク、強化ポイントが入りました。おそらくこれでラストなんじゃないか。大切なパートナーと心を交わす快適空間、小ジャケと共にゴールしましょう、だって。さあ、どんなところなんでしょうか。どうだ、ステージ。ちょっとローディングが長いですね、このステージ。さあ、来ました。はい、小ジャケと共にゴールを。20払いまして、どういうことなんだ。武器は持ってないねってことで、小ジャケくんに活躍してもらうのか。なるほどね。へえ。お、お、あ、やべ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 、そういうことか。お、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 あぶね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 。小ジャケくんを呼び戻して、これすぐ来るぞ。お、お、お、よし、ここまた。あ、あー、さあ、え、やらか。あ、よかったよかった。こっから来れるんだね。そして小ジャケくんは一回、よし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 。ちょっとね、慌てたね、ぶっちゃけ。壁に注意で、もうここからのんびり行けばいいと。よし、渡り切って進んで、鍵があるんだけど、小ジャケ、あー、そういうことか。ここから乗っていくってことね。で、上に行ったタイミングで落ちなきゃいけないのかな。あ、一番上にも何かあるか。ちょっと一応一番上もチェックしてみよう。何かね、あるかもしれないし。あ、やっぱり。いくらゲットして。よし、こっから。これで鍵で開けて、飛べると。はいはいはい。で、チェックポイントに来ました。おー、ボムがいっぱいあると。ここを壊すと連続で壊れる。で、次は、電源太鼓を鳴らしてみる。あー。え。鍵をゲットしなきゃいけないんだけど、あ、これで道をつなぐってことか。タイミングよくして。これはダメか。どういう道だったらいいんだ。待って待って待って、今考え中。あ、そうかそうか、そういうことね。わかったわかった。多分これだったら繋がっていくんじゃない。3,4,5,6,7,8,9,10! あ、まだあったのね。ってなると、これでどうだ？
これだったら繋がるよね。上に行きます。やったー。あー、鍵といくらだ。やったやった、進めるぞ。さあ次行きましょう。さあ次はまたでんでん太鼓がたくさんある。仕掛けも大きい。でちょっと見ると壁を登っていくんだけど、壁がまだ繋がってないところがある。そしてイクラもあるから、ここをまず鳴らしてみよう。あー、ここは一つずつ行く感じかな。まずここまで行って、でんでん太鼓鳴らして、でここのイクラ取って、ここ鳴らして、でいくらあったかな、さっき。ちょ、もう一回ここで鳴らしながら見て、なさそうだからもう上がっちゃってよろしと。やったー。で小ジャケくんと共にゴール。楽しい戦略ゲット。これは楽しいね。ってことで第一ステージ全てクリアかな。第一ステージなのかどうかもわかんないけど、良さそうだよね。よーし、バーイ。小鮭いっぱいゲット。ってことでちょっと上からね、覗いてみましょうか。ここで見れるかな？はい。あ。ま、おそらくクリアしたんじゃないかな。ここもクリアしてるしね。はい。ということで、これで、次のステージへ行けるのでしょうか。レッツゴー！おお？このパイプ、他のサイトへ行くのにちょうどいいね。右手に見えますのが、謎のロケットでございまーす。そろそろ着くよ。気合い入れていこう。ってことで、お！さっきのとことはまた雰囲気が違う感じやね。む、3号。あの一番高いところに強い反応があるよ。おじいちゃんかもしれんし、調べに行こう。ということで、今回は、ヒーローモードはこちらで終わりたいと思います。またね、次の島でいろんな冒険が待っているんじゃないでしょうか。はい。あ、撮影じゃない、撮影じゃない。ってことで、バンカラ街へ戻りましょう。どうでした？ストーリー的には進まなかったけど、結構楽しかったね。はい。ということで、こっからは後半戦。昇格戦に初挑みたいと思います。初じゃないんだけどね、本当は。冒頭でも言ったんですけど、僕ね、このスプラトゥーン3で何の武器を使おうかっていうのをずっと悩んでました。で、ここまで腕前を上げたのは、この若葉シューター。まあ、非常に使いやすくて、で、かつ、こうスペシャルもね、こうバリアを張れるので、とっても強いんです。ただね、強い分難しさある。まあ、射程短いし、やれることが結構限られて難しいなっていう印象だったんですよ。で、ちょっとこれ消えるまで、いろいろ試しました。スプラシューターも強いし、とかね。で、あと洗濯機ですね。これが今一番多分強いって言われている武器ではあるんですけど、おそらくこれはですね、弱体化が来るんですよ。ね、今までのスプラトゥーンの感じだと。で、スプラトゥーン3もね、1も2も全部そうなんですけど、その、今一番強いっていう武器を使ってれば、割と勝てる。けど、その武器が、大体強い武器はすぐ弱体化が来てっていうね、そういうことになってくんで、今回僕ね、これ強いけど、使う人にとっちゃめっちゃ難しい武器。こちらの上、ボトルガイザーを上手くなりたいなと思って、はい、僕は、このボトルガイザーを使って、
プレイしていきたいと思います。これですね、一発が38、三発当てれば勝てるんですよ。で、こういう風に。で、塗りモード、連射モードみたいなのもあるけど、射程が短くて、30ずつ乗って、こういう武器で、で、シールド。サブがシールドで、こういう風にね、射程を活かして戦うこともできるし、溜まったら、ウルトラショットも放つことができるっていうね。まあ、こういう武器なんですけど、理論的に言ったらこれめちゃくちゃ強いと思うんですよ。スプラトゥーンって射程長い方がね、やっぱり有利だったりするから。ただ、これは使うのがとても難しい。そういう武器でして。だからね、これ使えるようになりたいんだよね。で、この武器は強くてもなかなか使うのが難しいから、使用率で言ったらそんなに高くならないんですよ。そんなに。多少は高くなったりするでしょうけど、難しいからそんなに使用率高くならない。イコール、そんなに弱体化は来ないんじゃないかっていう。もうね、先を見据えて、この武器を今後使っていけたらなって今は思ってるんですけど、あまりにも難しくて、あんまり勝てなすぎて、スプラトゥーン3が楽しくなくなったら嫌なので、わかんないですけど、この武器ちょっと使っていきたいなーって今少し思っています。ほら、洗濯機多いでしょ？二人いるんだよ、仲間に。で、それ以外にも、シャープマーカーとかがね、強いって言われてたり、本当にね、いろんな武器が輝いてる。まあ、2の時に比べたらね、めちゃくちゃ環境整ってるんですけど、相打ちか。まあ、相打ちだったらね、いいかな、必須。ってことで、まあ、使っていく、昇格戦だからね、昇格戦は3回勝てればいいみたい。うわーお、どこに隠れてたのよ。ちょっとね、まあ油断しがちだよね、僕この武器使ってるとね。ただこの武器を使いこなせれば絶対強いからね。射程を生かして、オッケー、オッケー、ナイス、仲間ナイスすぎる。うわー、左サイドやられていた、ごめん、見れてなかったっていうね、まだ僕も本当に慣れてないから、そのなんていうのかな、本当初心者って感じで、初心者っていうか、あー、倒しきれなかった。まあ、これから僕が学んでいきたいって感じの武器ではありますね。ウルトラショットが強いからね。ほっきょしい。そう、ウルトラショットもコツが必要なんですよ。一回下がってね、なかなか難しいんですけど、ちょっとね、この武器のポテンシャルは高すぎるぐらい高いんじゃないかなって思っています。一回下がってで塗って、あ、落ちちゃった。オッケー、わー、まあ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 、本当はこれね、昇格戦ね、一回やったんですよ。そう、この武器で。そしたらね、この武器慣れてなさすぎて全くダメなね、戦いしちゃったんで。うわぁ、まあ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 。いいでしょ、いいでしょ。相手ね、倒れてるからね。飛べー！
やられてるな。ちょ、2枚やられてるから。オッケー、強えなぁ、マジで。強いよね、ウルトラショット。オッケー、まあまあまあね、ヤグラからいなくなったらいいんじゃないでしょうか。あんまりね、ヤグラが進んでないのがね、残念ですけど、ちょっとそこら辺ももう少しね、うまく使えるようになりたい。ポテンシャルの塊ではあるけどっていう武器だね、ほんとに。うわー、今のはね、決めなきゃダメだよね。これを使えるようになれば、あんまり多分弱体が来ないし、でもめちゃくちゃ強いしっていう武器ですよ。倒しきれないか。ごめん、仲間。今のは倒さなきゃいけない場面で倒せなかった。ちょっとウルトラショット貯めましょうか。うわー、うわ、やばい。ナイス。え、やばい、あと一人乗らないと。危ねー、危ねえ、仲間ありがとう。そっか、ウルトラショットにもね、弱点、吸引機が、最近ね、やっぱね、ガチマッチだと強いよね。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。一戦目、なんとか勝利。ギリギリだったね。ちょっと足引っ張っちゃったか、まあ強いけど、まあまあまあ。勝てたんで、とりあえず良かったかなと思います。13キル9です。ウルトラショットが9回っていうことで、ウルトラショットは結構決まってたよね。ただ、あと普通の技、普通の技っていうか、メインでね、もっと攻撃できたらなって思います。21キル9です。している仲間がいるのに、これだけ苦しい試合をしちゃってるんですから、ちょっと良くないよね。もっと余裕で勝って叱るべきな。ねえ、戦いなはずなんだけどな。はい、ということで、2戦目ガチヤグラザトーマーケット。さあ、次も洗濯機がいる。相手には洗濯機はいないが、近距離武器がたくさんいる。ちょっとハイドラントがちょっと厄介かもしれないですね、こっちは。ちょっとウルトラショット貯めたいですね。ウルトラショットを貯めたい。よし、やばい、あぶねえ、あぶねえ、なんか助かった。でもこれ一回塗って取って、オッケー、取って、左手行って、オッケーで、流れとして悪くないですね。よしよしよし、オッケー、相打ちだったらまあいいかな。ちょっとね、半分練習だね。まだ腕前、そのめっちゃ上げていくっていうフェーズじゃない気がするんだよね。スプラトゥーン3。僕は、まだ時間足りないし。オッケー。オッケー、ナイス。これね、こっちだな。スペシャル貯めよう。おっ、惜しい。うわー、3人やられた。
パブロ来てんの気づかなかった。まあ、第一関門突破できたけど、今のウルトラショットもさ、敵分かってたらもっとやりようがあったんだろうね。うわぁ、ごめん、頑張れー。ナイスすぎる仲間、仲間が噛みすぎる。うそー、決めきれなかった。ちょっと周り塗って、オッケー。これ近距離戦もね、勝っていけないと。オッケー、あー、ここいるよ、頑張れ。あー、やばい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 、挟まれた。ちょっと相手がスペシャル溜まってるから結構やばいっすね、これ。ちょっと慎重に立ち回っていきたい。これ逆に前だな、前押して。ダメかー。この近距離のウルトラショットはどのぐらいなもんなのかっていうのが僕分かってないですね。近距離では使えない方がいい、当然だけど。だー、下手くそー。ありがとう仲間。うわー、僕のせいだー。まあしょうがない、一歩一歩上手くなっていくしかない。仲間には申し訳ないが、とりあえずオッケー。あー、ダメだよなー。ちょっと射程は当たり前ですけど、ハイドラントよりはありません。だから今みたいな意地張って戦いに行くとこういう風に負けちゃう。ただその分、うわー、決めきれないか。うわー、決めきれない。ピエーン、ピエーンだよ、ピエーンだよ、マジで。まだ下手です、マスオは。うわー、負けちゃったよ、2試合目。ちょっとね、まあ、今の後半が、すごい出たでしょ、下手くそなところ。沼プレイってやつ？ただ、こういう沼プレイ、この武器に合わせての沼プレイ、武器に合わせての沼プレイっておかしいけど、この武器におけるこういうプレイは沼プレイみたいなのを減らして、かつね、精度を上げていけるように、ちょっとね、頑張っていきたいなとは思ってるんだけど。はい、ということで、3試合目がチアグラザトーマーケット。いや、昇格したいよね。A にとりあえず行きたいよ。で、射程は空いて、長めですね。ローラーだけ気をつけていきたいのと、ローラーがどっから来るかちょっと見えないのか。オッケー、強くない？オッケー、ワイパー、ちょっと塗って、オッケー、はい、シャットダウン、シャットダウン。オッケー。オッケー！これよ！これやられたらさ、相手の武器もう何もできなくない？イェーイ！今のがしたいわけ！マジで！これ！今のさ、
射程生かして、かつシールド使ってそこの維持もして、でスペシャル溜まったら相手をこうスペシャルで自分の手の届かないところも倒すっていう、こういう試合がこの武器だったらできると思うんだよね。どのルールでも基本的には。だからこういう試合をできるようにちょっとボトルガイザーを練習していきたいっていうのが本音です。いや今完璧だったね。びっくりしたんだけど自分でも。はい、ということで次の試合いきましょう。はい、ということでガチヤグラいきましょう。湯の花大渓谷、こっちの方がステージ的には苦手ですね。いや強いよね、今のを見るとさ。あんな戦いできんのかいって感じじゃないですか。ただ皆さんね、この武器ほんとむずいんで使わなくてもいいと思いますし、皆さんが使わなければ弱体化とかも少ないと思うから、ね、あんまり使わなくていいですよ。オッケー、強っ。おーしゃー、ちょっとね慣れてきた、あれに、ウルトラショットに。これやばすぎない？強すぎるってこれ。でウルトラショットがまたたまるから、オッケー、ウルトラショット、放って乗って、で一応ここでオッケー、ためて、強っ。オッケー、やばいでしょこの武器マジで。あー打ちかー、残り4だったんですけどね。可能性しか感じなくない？まあうまい、その対今正直 B とかだからさ、そんなに、じゃあめちゃ上手い人がいるかって言われたらそうでもない隊だなんですよね、まだ。だから上手い隊に行ったらさ、どんな感じなのかっていうのちょっと分かんないですけど、ちょっと一回スペシャル貯めるか。おーっと、オッケー。うわー、さすがに抜かれるよな。まあただただ止めてるし、いい感じいい感じ。いや強ーい。いやノックアウトしたかったな、まあ、さっきと同じように慌てず慌てず。オッケーオッケーオッケー、やばい、チャージャーを倒したけど、こっちチャージャー、でもラピがいるから大丈夫かなっていう。乗られて第一関門は突破される。ナイス、ちょっとインク足りなくなっちゃった。いや射程トゥーンだよなマジで。射程長い、長い武器強すぎるもんな、これ。おい、届けー届けー、オーケー。うわー、やられた、倒してけ、ナイス、今の倒しはでかい。乗って進めてほしい感あるけど、どうだろうな。あと1分。いやちょっと慣れてきたかもしれないな、この武器にも。
あぶね。オッケー。やばくない？これやばいよね、ほんと。マジで思う。やばい。うわー、やられたー。ちょ、今のゴニガロうまかったね。今のは、でも、打ち合いで、僕の方が射程長いんだから、勝たなきゃいけなかったと思うわ。うわー、やばいなこれ。このステージはノックアウトステージなんですよ。だから4とかじゃ不安なんだよね、正直。うわー、ただスペシャルがめっちゃ効いてる、相手仲間の。やったー、勝てたー。ちょっと爪甘かったけど、はい、ということで、バトル数、とどめ数、ナンバーワン、ウルトラショットもナンバーワンってことで、まあ、ウルトラショット使う人がここにいなかったかな。しゃー、どうでしょう、どんぐら、ど、昇格してポイント、お、18キル6です。強くね？やったー、A-。やったー、カタログレベル。ってことで、どうでしょうか？まだ正直そんなにさ、上手くなってないんですよ、この武器。まだ下手っぴです。ただ、可能性めちゃくちゃ感じなかった。ってことで、おそらく僕はスプラトゥーン3は今のところは、このね、あの武器を使っていくんじゃないかなと思います。あの、黒ガロンとかもね、結構強いらしいですし、あの、ぜひね、皆さんね、いろんな武器を使って楽しんでみてくださーい。ということで今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マッソーゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。